皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回はこういったストラトタイプのギターとこういったレスポールタイプのギター、それぞれのサウンドとか特徴とかを鳴らしたりしていきますので、聴き比べたりとかしてそれぞれの音を覚えていただこうじゃないか、そんな感じの趣旨の動画でございます。まあ主に初心者の方に向けた内容になっていくと思うんですけれども、まあ聞いていただければね、それぞれこのストラトの良さ、いいところ、まあそのレスポールのいいところ分かっていただけるかと思いますので、肩肘張らずに、まあのんびりと楽しんでいただけたら嬉しいなと思っている次第でございます。よろしくお願いいたします。ではまずこのギターなんですけれども、いろいろとツッコミどころがたくさんあってすみませんストラトキャスターって言っちゃうとフェンダーの商標登録なので、もうフェンダーのギターを使わなければいけないんですが、まあそのフェンダーのストラトキャスターの、形を模した、モデルギターということで、バッカスというメーカーの2万円で買える、とてつもない高コストパフォーマンスモデルのギターを使わせていただきます。でこのギター、後ろがこのリアのピックアップがハムバッカーというね、ちょっと大きいピックアップなんですけども、このボリュームのスイッチを引っ張ることでシングルコイルに切り替えができるので、これで音を鳴らしていこうかなと思っております。では実際に弾いてみましょう。こんな感じの音がストラトタイプのギターです。まあこのシングルコイルっていう細長いピックアップが生み出す繊細なトーン、これがまあ一番の特徴かなって感じがしますね。パワーでガッツあふれるうーみたいな感じじゃなくて、すごい歯切れよくてなおかつ繊細で、そしてこのクリアなトーンっていうイメージが、すごくあります。感じのトーンでしょうか。でまた大きな特徴としてはピックアップが3つあるというところなんですけれども、それぞれこのピックアップもそれぞれ個性的なサウンドがすることさながら、ハーフトーンっていって、このねピックアップをねミックスしたトーンがね、すごいこのストラト特有のサウンドって感じがするんですよ。例えばこのリアとセンターのミックスをしてみると、こんな感じの音結構こういう音はですね、ストラトならではの音かなと思います。センターとフロント、この音すごくいい感じ。例えばわかります？この音とかもね、ハーフトーンじゃないと成り立たないですよね。例えばそのリアにして弾いてみると、なんかちょっと違うじゃないですか。このハーフトーンならではの、サウンドだったりするわけで、他にもそうだな、レッチリとか、まあこういう曲があるわけなんですけども、これフロントとかでちょっと違うんですよ。まあもちろんかっこいいんだけどね、なんかちょっとこれじゃない感ありませんか。やっぱりこのフロントじゃなくてリアにした時の、このサウンドがやっぱりあの曲のこのサウンドにぴったりといいますか、イメージにこうぴったりこう来るわけですよ。
こんな感じでシングルコイルが醸し出す繊細なトーン、クリアなトーン、なんかこの音の粒立ち、きらびやかなトーン、そしてこのねピックアップが3つあることによって多彩な音作りができると、まあこの辺がやっぱりそのストラトの大きな特徴になってくんじゃないかななんて感じが、しますね。ちょっと歪ませてみましょうか。こういう音とかなわけですね。パワーコードっていうねエレキギター特有のサウンド弾いてみても、これもストラトで弾くとなんかちょっと違いますよね。曲は合ってるんだけどサウンドがこれじゃない感じと言いますかそうだな、あとストラットじゃない感じの曲といえばまあこんな感じで、歪ませたとしてもやっぱりこの繊細な感じ、クリアな感じ、この辺がやっぱ一番の特徴になってくるんじゃないかななんて感じがします。でそれに対してレスポールのタイプのギターですって本当にむちゃくちゃ真逆なサウンドでございまして、ちょっと鳴らしてみましょうか本当になんかレスポールタイプのギターつってこれを使うの非常に恐縮なんですけどね。これはもうフォトジェニックというですね、最近めっきり見なくなっちゃいましたけども、あの一時期すごい楽器屋さんでとてつもなくもう旋風なんかもうすごいこの噂を巻き起こしていた、とてつもない安いブランドのギターでして、まあ今ねプレイテックとか、まあ、サウンドハウスさんがすげえ安いの作ってくれてるからさ、もう本当にもっと安いやつあったりするけども、当時このレスポールとかもですね、レスポールタイプとかもですね12,800円とかで売ってたんですよ。普通に新品とかで結構驚愕の価格けどね、あのこの古いロゴのフォトジェニックの時ってね、割とね当たりの個体があってね、結構いい音しちゃう個体があったりとかするんですでこのレスポールタイプのギターもですね、その当たりの個体でございまして、あのすごく前に本物のギブソンのレスポールとこのフォトジェニックの、レスポールタイプ、弾き比べっていうねそういう動画をしたんですけれども、結構たくさんの人がガツガツ間違えてしまうというですね、なかなか罪深いレスポールタイプのギターでございます。ちょっと鳴らしてみましょうか。このギターはこんな音がします。まあ、さっきと違って繊細っていうよりもなんかね甘いとか太いとか迫力があるとか音圧があるみたいな感じになりますよね。ちょっとカッティングもしましょうか。やっぱりカッティングした時もですね、別にかっこいいんだけれども、なんかこうさっきのストラットみたいな軽やかさ、なんかこの繊細さ、なんか爽快感、そういったものがなくなりますよね。ちょっとこのガッツというかモサモサするというか武骨というか、ちょっとこの強いストロングな感じで、まあどっちがいい悪いではなく、まあどっちが好きかどっちが合うかって話なんですけれども、さっきのストラット全然違うのが分かりますでしょうか。レスポールタイプのギターはピックアップが基本的に2つあるので、フロントにするともうちょっとこのメローな感じになります。かなりガッツある感じでしょ、すごい太いというか
感じの音、ハーフトーンにすると、やっぱさっきのこのストラトと違いますよね。これハーフトーンにしても、なんかちょっと違うなってなりますよね。なんかちょっと違うなってなりますよね。サウンドなわけでございます。なんかわかりますでしょうか、この違いが。でこれ歪ませたとしてもまた同じような感じでガッツあふれるサウンドになるわけでございますね。まあレスポールの曲ってなんだろうな。こんな感じのサウンドになるわけです。結構まあパワーコード弾いててもこの密が濃い感じがしますよね。だこういうナインスっていうんですけど、こういうのとかすごい密がなんかギュッとしててこのガッツが溢れる感じですよね。こういうフレーズとかをまあストラットで弾いてはもちろんいいんだけれども、やっぱりこの繊細なイメージがどうしても勝ってしまって、このガッツとか音圧とかちょっと違う感じ。なんかちょっとこの蜜が薄い感じがしますよね。いますでしょうか、どうでしょう。こんな感じで聴き比べてみるとですね、あ全然違うわ、なるほどななんて思っていただけたかと思うんですが、いかがだったでしょうか。まあおさらいをしてみますと、ストラットキャスターの場合は軽やかとかね、軽快とか爽快感とか、溢れる感じでして、カッティングとかするとね、なんかこう歯切れの良さというのがすごいめちゃめちゃこう出てくるような感じですよね。でピックアップが3つあることによって、ハーフトーンっていうね音を使って、まあ、多彩な音作りをできるということが、まあ、大きな特徴でございます。で本当はねこのボディのサイズとかこの指板、このまあスケールって言い方するんですけどね、この辺もいろいろ特徴があったりとかするんですが、とりあえずその辺を押さえていただければいいんじゃないかなと。でそれに対してレスポールタイプのギターはどっちかというとゴンブト
とか密が濃いとか、ガッツがあるとか音圧がある迫力がある、そんな感じのサウンドが特徴となっております。でピックアップが2つあって、でこのねつまみがいっぱいあるってのもですね、これレスポールの特徴ですね。なんかスイッチング奏法っていうね、そういった奏法があるんですけども、それができるのも、レスポールならではの、特徴だったりとかするんですけども、そんな感じでございます。まあ上げていけばね、もっともっとキリがないぐらいたくさんあるんですけれども、まあそんな感じでサウンド聞いていただいて、だいぶ違いが分かっていただけたかと思うんですけども、いかがだったでしょうか。あとはまたね、機会があったらですね、もともといろんな語ることがたくさんありますので、まあ、機会を見てそういうのを作っていこうかなと思っておりますが、とりあえず今日に関しては以上とさせていただきたく存じます。もし皆様の方で何かもっとこういうこと喋ってくれ、こういうのもやってくれみたいなことがありましたら、お気軽にコメントを残していただけたら幸いでございます。それでは長い動画になりましたけれども、最後まで動画残してありがとうございました。さよならグッバイじゃあねーの前にちょっとだけお知らせ。私滝沢勝成、神奈川県は相模原というところでギターレッスンなどさせていただいております。僕が知ってる内容、やってきた経験があること、もう何でもかんでも全部答えますよっていうすごい自由なレッスンをしておりますので、ぜひともですね、一回でも習ってみてやなと思っていただけたら、概要欄の方からチェックしていただけたら幸いでございます。遠くできねえよとか、なかなか時間ねえよという方もですね、オンラインのスカイプレッスンなどもやっておりますので、もしよければご検討いただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。それではそんな感じで終わりにさせていただきましょう。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。さよならグッバイじゃあね。